シンプル簡単バージョンやってみました。お気づきでしょうけれども、ガズレレ流の凝縮ショートカットバージョン、オリジナルショートカットバージョンにしております。構成としては1番をやって、途中の、あっちじゃフルート、こっちじゃハープのコーナーはありまして、最後またサビをやって、本当は最後はね、繰り返しのところなんで、そこはちょっとね、いきなりエンディングに突入したというような、ショートカットバージョン、ガズレレオリジナル流でございます。で、もちろんフルコーラスやりたい方も、こう書き足していけばいいんですけど、最後ね、本当の曲は最後の方で盛り上がるためにキーが上がってるんですよね。C のキーから D に上がってます。今回はですね、そういうのは全部簡単バージョン排除して、同じキーでやってますんで、ちょっと調整します。その時に参考になりますように、私の書いたメモ書きノートを見せたいと思います。はい。ここ、で、イントロですね。デレデテンテテン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 、デレデテンテテン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 っていう感じで進んでいきますね。ちょっと場所の関係でいつもより狭めなんですけど、このワンブロックで4回ですからね。1、2、3、4、1、2、1、2、1、2、3、こういうふうに進んでいきます。はい、ひとまずメモっていってください。上の4行。はい、ここまで。一時停止でお願いします。結構言葉が詰まってたりして、歌の乗せ方はかなり、なんていうか、難しいですよ。かっこいい、なんていうのかな、うん、まあじゃあこの辺を一時停止して。はい。これは結構書き出すの大変だと思いますけどね。この辺言葉も相当詰まってるもん、この辺ね。はい。で、ここ今、エンディング。ここが最高、海の暮らし、アンダーザシーってやったら、これイントロに戻りますよというイントロの、デレデデンデデン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 、はい。それで終わりますということですね。全体的にはこのような流れになってます。じゃあまずはね、コードの解説しましょう。コードの解説。コードは6個ですね。C、C7、F、Am、D7、G7。これはね、見てください。この中でも1本指だけのコード 3個だから、かなり気持ちとしては楽でしょう。そしてこれはですね、このコード、よくわからない方、ここはぜひ皆さん、行ってみてください。ここに今リンクがありますけど、はい、こちらです。ガズレレ必須コードといって、私が親切丁寧にわかりやすく、誰もがわかりやすくイメージできるように解説しています。マスターして、チャレンジしてみてください。このコードさえ覚えちゃえばですね、もう何百曲も基本的には弾けるということになりますからね。はい、じゃあそこはもう勉強してください。なんで、このコードのやつはまあちょっと端折りますけど、まあシンプルです。結構今度は、コード自体は難しいコードはないですね。はい。では、皆さん、ここからかっこいいバージョンに突入します。イエス。まずですね、この曲、1番の
聞いた時の印象はやっぱラテンっぽい感じなんで、このリズムの感じがすごくこう、なんていうのかな。カリブ海の感じというか、スティールパンとか、そういう感じのイメージだったんですよね。そしてやっぱりリズムがやっぱ面白いんで、ちょっと一応、大まかに2パターンのリズムなんですよ、これって。ウクレレでやるときに私のアレンジだとこうしました。これ、見てね。丸は弾いて、バツは空振りというか、カッティングです。ダツツ、ダツツ、ダツダツ、ダツダツツツですよ。上の段ね。ダッツツ、ダッツツ、ダッ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 ツツツツ。このリズム、メモってくださいね。丸バツの関係。丸バツバツ、丸バツバツ、丸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 バツバツバツです。ここね。はい。これどこで出るか。このイントロのところです。まあやってみましょう。C、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 G、7、ここ。だったかったかったったったとっとっとった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 とっとっと。どうですか？ゆっくりやりましょう。だとと、だとと、だ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 とと、と。空振りをとですからね。弾くのはだですからね。だとと、だとと、だ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 と、と、と。今止めてるのは左手で、こうやって止めてるんですよ。はい。チャカチャカ入れると。これチャカって入ってても入ってなくても、まあその辺はノリでいいと思うんですけど、基本的にはこれが前半のリズムの肝になるところです。ダトトタトトタ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 トトトタトトタトトタトタタタ。イントロやると、ちょっとこの速さだと難しいかもしれませんが、はい、こんな感じでアレンジしてみようと思います。これ結構難しいってことはですね、8ビートでいいと思うんですよ。隣の階層はなんだなんだなんだ。これでやってみてからこれに挑戦してください。これいつものパターンなんですけど、ね、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョンの間がすごく広がっちゃってるもんですからね。途中は8ビートでまず最初やるのがポイント。まあそれ最初に言っとこう。そしてからこのリズムの練習が入っていってください。でもう一個出てくるパターン、もうちょっとシンプルになるかどうかちょっと、受け取り手によって変わると思うんです。この下の段ね、サビとかのはこれできます。タトとタトとタトタトとタトとタト、ずっとこれとこれ一緒なんですよ。ここでか、この2個はね、ダトとタトとタトタトとタトとタト、これはこういうことです。タタツタタツ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 、わかる？ダンツタトとタトタトとタトとタト、はい。タは引く音出す、とは空振りで、ダトとタトとタトタトとタトとタト。私はよくいつも言ってるんですけど、右手が時計の振り子のようにずっとこうキープしているのがすごくポイントなんですよ。だからダダダダダダじゃない方がノリが出ると思います。ダトとダトとダト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 、こっちの方がいいですね。ダダダダってこう輪切りになっちゃってしまってリズムのつながり感がちょっとなくなって、なんとなくこうグルーブが途切れ途切れになってるようなイメージなんで、できる限りこのストロークっていうか、これで時計の振り子のようにグルーブを繋いでいくっていうイメージが、リズムがかっこよくなる秘訣だと思います。はい。それではですね、この感じでやってみましょう。ちょっとテンポも早めになりますが、原曲っぽい感じでなんかやってみようと思います。はい、じゃあかっこいいバージョンやってみる !2、1、2、3、4。階層は青く見えるさ、陸に行くのは大きな間違い、周りを見てごらん、この海の底なんて素敵な世界だ、これ以上何を望む、素晴らしい Under the sea、 Darling 私の言う信じて、あっちじゃ働くだけ、朝から晩まで、こっちじゃずっと遊んで、ラッキー Under the sea、 ダッタダガバッタ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 ダガバッタッタ、あっちじゃフルートこっちじゃハープ、あのベースラインは決まってる、ブラスもナイス、ドラムもグー、スイングのリズムやればできほら、リズムに乗って歌おう、難しいことは抜き、息に決めよう。 And
ダーザシー素晴らしい、アンダーザシー素晴らしい、明るいビギのリズム私のため、人間には砂サンド、みんなには粋なジャズバン、粋なジャズバン、いつもセッション素晴らしい、ここが最高、海の暮らし、アンダーザシー、ダッダダガダッ、はい、アンダーザシーかっこいいバージョンやってみましたんですけど、これが私で。結構大好きな感じでしてですね。はい、溜めて歌う感じがね、すごいかっこいいんですよ。リズムと、ハマってるようでハマってない。ちょっとね、歌が後ろに追っかけてくるようなグルーブの感じがすごくその、まあ、通好みかなと思ったんですけど。まあ、難しいんですよ、もちろん。これはかなり難しいですけど、私はすごくこれ面白いですね。で、まあ先ほども言ったんですが、このリズムは本当にね、すごく複雑に絡み合ってるんで、歌のリズムと、この、ジャッジジャッジ止めたり、左手でね、こう、カッティングを入れたりとかするの、これかなりハイレベルだと思いますので、まずはさっきも言ったんです。8ビートですね。隣の階層は リズムをグルーブがずっと続くでやってからこのステップに登ってきてください。カッティングとかリズムとかもうすごくリズムが複雑に絡み合ってますからね。まあでも面白い、いい曲だ。歌詞の内容も私好きですよ、こういうのは。はい、はい、じゃあ今回アンダーザシー簡単バージョンやってみました。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんですけど。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまに、ちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、で、このガズレレにでも少しできる、なんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいんですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。